はいどうも、ワンムーです。この動画をご覧いただいている皆さんに大事なご報告があります。改めて僕がこういった情報発信をしている目的からお話ししたいんですけど、僕は全フォロワーさん、いやまあ日本中の低身長男性の方のファッションに対する悩みを解決したくて、低身長イコールモテないという負のイメージを破壊して、低身長だけどめちゃめちゃかっこいい、めちゃめちゃイケてる、略してめちゃイケな男性を量産することを目的に活動しております。そして身長以外にもファッションに対する悩みを持っている人たちはたくさんいます。なので僕と同じ体型にコンプレックスのある人はもちろん、全てのファッションに悩む男性の助けになりたくて活動をしております。僕は2020年の2月27日のこちらのユニクロ U の紹介動画から本格的に YouTube の活動を始めました。で、僕の活動の原点は中学生の時にファッション雑誌を読むことにハマっていたんですが、モデルさんがもうどの人もうクソでかくて、低身長向けの雑誌ってなんでないんやろって、192メーターぐらいの外人のそのファッション見てもさ、全然自分に落とし込まれへんから、低身長向けの雑誌を作りたい。で、作ったら自分みたいな悩みを持ってる人の役にも立てるし、一番は自分が見ていて面白いし参考にできそうと思ってファッション雑誌を作りたいと思ったんですが、やっぱり今の時代紙の媒体を使って雑誌を作るのって、もちろんお金もかかるし、紙の媒体をどんどん読む人が減っていってるので、僕は今来ている YouTube を使って発信しようと思って、この YouTube を立ち上げました。その当時の動画がこんな感じで、こんなね、なんかもう、軽犯罪をめちゃくちゃこう、重ねてそうな、柄の悪い見た目をしておりますが、こんな僕も、こうして動画を見ていただいている皆さんのおかげで、ファッション YouTuber として活動できております。本当にね、皆さんのおかげなんで、感謝しかありません。いつもありがとうございます。そして、ファッション YouTube の活動を通して、毎月、めちゃめちゃ服を買っているんですよ。正直、今月なんて20万円以上服を買って、その中から本当に皆さんにおすすめできる服だけを紹介しています。もう案件も全部断ってるし、もうね、ほんまにすごい、もうこんないいんすかっていう案件もあったけど、全部本当に皆さんのいいものを紹介したいっていう気持ちだけでやってきたんで、めちゃくちゃ服を探して、僕たち低身長でも着れる服とか、ファッション初心者の方が、簡単にかっこよくなる服とか、いろんな服を見ていて、思ったことが、ぶっちゃけ、その買い物で失敗することって結構多くて、自分のこの小柄な体型に合う服が少ないですよ。だから一般的な身長体型の方はもちろん、僕たち低身長でもかっこよく着れるけど、ただただ小さいだけじゃなくて、僕は全ての人にかっこいいと思われる、そんな服を作りたいと思うようになりました。前置きが長くなりましたが、重大発表をさせていただくと、なんと私ワムブランドを立ち上げることになりました。よいしょー、ありがとうございます。そして、ブランド名を発表しちゃうと、ブランド名はシウンです。シウンとはローマ字で書いて、SHIUN を小文字で、表記するんですが、シウンとは、なんぞやとかね、なんでシウンにしたんやっていう話をしていくと、シウンは漢字で紫に雲って書いて、仏教のある言葉やねんけど、雲が紫に染まって何かいいことが起こる前兆を表しています。日本人の僕が作るブランドだから日本語から取りたかったっていうのもあるし、シウンの服を着てくれた方には何かいいことが起こってほしい、そしてシウンが誰かの幸せの一部になってほしい、そう思ってシウンというブランドを立ち上げました。ここで少しだけブランドのこだわったポイントとかを話させていただくと、僕はスタイルが悪いことがコンプレックスだったので、服を着るだけでスタイルがよく見えるようにかなりこだわりました。もうパンツなんか普通にその辺で売っててもこれ買うくねっていう状態のパンツをさらにですね、お尻の生地とかをこう取ったりして、いろいろすると調整して履くだけで足が長く見える、そして僕たち低身長はもちろん普通の人もかっこよく着れるパンツを作りました。もちろんパンツだけじゃなく他のアイテムもたくさんの
こだわりが詰まっております。ここで話すと最低でも2週間はちょっと、ね、時間使っちゃうんで一旦別の機会にしますが、本当にね関わってくれた皆さんに多大なるご迷惑をおかけするほどたくさんのこだわりポイントをね詰め込みました。一回シューのことを何も知らない166センチの友達に履いてもらったんですよ。その感想が、え、これ2、3万のパンツってめちゃくちゃええやんって言ってくれて、めちゃくちゃ足が長く見えんなって言ってもらえたんですよね。まあ僕が友達やしファッション YouTuber やから気を使ってくれたんかもしれんけど、僕のバンドってことを何も知らない人がこうパッと履いても普通のパンツよりも全体的にシルエットが綺麗で足が長く見えると思ってもらえるようなパンツを作りました。まあここでは一旦パンツだけの話にしておきますが、こういったシャツやアウターも作っております。本当にねもう初めてのことでもあったんで、もう超苦労しました。このシューンの服を皆さんにお届けして、まあ、女性にかっこいいと言われたり、自分に自信を持てるようになったり、そういう小さな幸せのきっかけになりたくてこのブランドを作りました。でね、ブランドのまあすごいところをねもうちょい自慢させていただくと、まず自分のね納得いくクオリティになるまで絶対に妥協はしたくなかったんで、何回もサンプルを作り直して、でデザイナーの方やスタッフの皆さんにめちゃくちゃ大変な思いをさしてしまったかもしれませんが、でも本当に自分がおすすめできるものしか紹介したくないし、まあ、これからもおすすめするつもりもないので、だからねもう紹介しますが、とことこだわりを詰め込んだアイテムを作りました。もう生地、シルエット、ディティール、もう全部にこだわりました。でもうこだわりを詰めすぎたんでね、原価が高くなりすぎて、アパレルの一般的な価格設定でそのアイテムを出すと最低でも2万弱にしないと採算が取れないパンツになってしまって、皆さんにお届けできないっていうね、そんな事態に陥ったこともありました。ただ最高の服を手に取りやすい価格で提供できなきゃダメだって思ったんで、今回めちゃくちゃ頑張っちゃいました。詳しくはねちょっと言えなくて、1個のアイテムは原価率 70% とかいっちゃってて、まあね破産ですよね。まあそんな商品もあります。でもいいんです。あとは低身長あるあるかもしれませんが、 S をさ着てもさでかすぎんっていう、一番ちっちゃいサイズだけどでかないっていうこと結構あると思うねんけど、なんで僕のこのシューンは S サイズを僕の体型ですね、僕がぴったり着れるように作りました。まあ、ぴったりって言っても僕がこうゆったりオーバーサイズジング、今のトレンドのサイズで着れるように作りました。なんで一般的な S サイズよりかはちっちゃく作ることができました。ただそうなってくると、まあ、ML は一般的よりもじゃあちっちゃいんかって、そんな普通の人着れへんぞって思うかもしれんけど、 ML は一般的なサイズジングしました。 S だけちっちゃくしました。なんで誰でもどんな体型にも合うように服を作りました。まあ、具体的なラインナップの発表はまだすいませんできませんが、まあ、ここまでねご覧いただいた皆さんにはシウンの服で行為を組んだ超おしゃれなルックを撮影してきたので、そちらをご覧いただこうかと思います。マジでかっこよくできました。ではどうぞ。最後になりますが、まあ、まだ始まったばかりで、これから継続できるかは僕もね正直言うと不安ですが、このように夢が叶ったのも本当にこの動画を見ていただいたり、いつも応援していただいている皆さんのおかげです。本当にいつもありがとうございます。僕と同じ低身長の方はもちろん、誰でもスタイルがよく見えて周りからかっこよく見られるようになって、もう高身長イケメンもさらにかっこよくなっちゃう、まあ、そんなねブランドにしますので、これからもどうぞバムをよろしくお願いします。本当にいつも応援していただいてありがとうございます。これからも皆さんの幸せの一部を作れるように活動していこうと思います。ではラインナップ発表を楽しみにお待ちください。でこのチャンネルですね、低身長でも低コストで最短でかっこよくなれる方法を発信しておりますので、ぜひ今後ともお願いします。10月までに6万人を目指して活動していますので、よかったらフォローもお願いします。ではまたお会いしましょう。以上、せーの、アリベッテウチサダダ、バイバイ。